大宇宙と小宇宙の図解、ロバート・フラット、両宇宙詞イコール大宇宙詞宇宙における人間と天空現象との関係、ロバート・フラット、宇宙の気象学マクロコスモスとミクロコスモスは、大宇宙と小宇宙の対概念で、大きな世界に対応する小さな世界は、通常は人間を指す。マクロコスモスとミクロコスモスは、この二つのコスモスが互いに昇応するという思想である。 マクロコスモスとミクロコスモスの対応は人間の中に大宇宙の本性や能力が内在しており、また大宇宙そのものが一つの人間であるとして両者が類比関係にあり、互いに影響を及ぼす動的な関係にあることを意味する。マクロコスモスとミクロコスモスのような概念は西洋思想だけでなく世界各地に存在する。西洋では 古代ギリシアのデモクリトスに見られるが、特にプラトン学派で用いられて、プラトンのティマイオスで生命的宇宙観と結びつけて語られた。この思想は、ボエティウスや新プラトン主義を介して、シャルトル学派など中世西,西欧にも見られるが、ルネサンス期になると、フィレンツェのプラトン主義者、マルシリオフィッチーノラによって、ヘルメス主義の復興とともに、それと融合されて、 ルネサンス思想の典型として後半に指示された。ヘルメス文書の一つ、エメラルド板に含まれる、下なるものは上なるもののごとく、上なるものは下なるもののごとしという文章は、マクロコスモスとミクロコスモスの称号を見事に表現している。マクロコスモスとミクロコスモスとの間には厳密な類比関係があり、共に機械的ではなく、生命的な存在とされる。また、 宇宙と個体が昇応するという考え方は、錬金術や西洋先星術とも結びつき、医学、人相学、骨相学の原理ともなった。その後、近代科学の進展に伴って、マクロコスモスとミクロコスモスの昇応という神秘性は、次第にその意味を失っていった。ありがとうございます。